はいどうも、神仏応援団流です、今日はですね、2024年5月の神社ツアーのお知らせです。ハレルヤ。はい、ということで、今日はですね、2024年5月のですね、神社ツアーのお知らせなんですけども、まずですね、日にちが2024年5月の21日の火曜日ですねの午前9時に駐車場集合という形で、行き先なんですけども、行き先は栃木県の那須郡にあります那須湯前神社、温泉神社と書いて湯前神社さんですの駐車場に午前9時集合という形で行きたいと思います。まあ、ただですね、この那須湯前神社まで来るには、まあ車が必ず必要になるかと思うんですけど、その後もですね、ちょっと場所を移動しますので、また車でお越しいただければなと思います。はい、でこちらなんですけども、まずですね、ご祭神ですね、神様がですね、大村智の御事、まあ、大国さんですね、と宿儺彦羅の御事、そして、本田和家の御事の御柱が主祭神という形の神社さんなんですけども、那須なので、有名な方でいきますと、弓のね、那須の与一ですね。はい、那須の与一ということで、に縁が深い神社になります。まあ、那須市ですよね、が治めていたエリアということになりまして、まあ余談なんですけども、那須の与一って、与一っていうのが名前と思ってる方が圧倒的に多いんですけども、那須の与一っていうのは、11難坊なんですね。11難で、10あって、余り1、与えるじゃなくて余り1で与一だったと、いうことで、与一と、いうことで、名前じゃないですね、11なんていうのが与一という意味だよということならしいんですよ。はい、まあそれはまあさておき、まあ、今回はこの湯前神社さんに行ってですね、でここから湯前神社さんからさらにですね、山の方を登っていきますと、摂政岩っていうの、摂政石っていうのかな、がまああるんですよ。でこれはあと溶岩があってですね、でしめ縄があって、かかってたものなんですけども、実は、ここですね、その昔、九尾の狐がいまして、で天皇ですね、まあ、その時の天皇を殺そうとしたんですね。でそれがバレて、退治されて、その岩にですね、封印されたという伝説が、まあ、あるんですよね。はい、で摂政、でそこでですね、その九尾の狐っていうのはものすごくですね、まあ、妖力がまあ強いということで、まあ、近づくものをですね、もうみんなその岩の周りにいる、まあ、生き物がですね、死んでしまうということで、摂政岩、摂政石、というふうにまあ言われるようになったと、いうことなんですね。でこれは硫黄ですね、硫黄のガスで、その生き物がまあ亡くなっているのでそうなっているんですけども、昔の人はその九尾の狐の妖力でみんなこう死んじゃってるんだと、いうふうにまあ言われてたと。はい、でところがですね、これがこの摂政のですね、この岩がですね、実はこのしめ縄かかっている岩ですなんですね、最近、割れちゃったんですね、バカッと。はい、で伝説では封印していた九尾の狐を、まあいたわけなんで、この九尾の狐がですね、出ちゃったんじゃないかっていうですね、そんな噂があるわけなんですよね。はい、でその辺もですね、まあ、どうなのかというところも、あるんですけども、僕がですね昔、まあ、行ったことあるんですけども、その時にもですね、まあなんかひびみたいなのが確か入ってたような気がするんですよね。でまあ雨水とかですね、もう寒いと凍っても膨張したりしてですね、このひび割れがパカッと割れてしまったっていう、まあ、そういうですね、通常考えればですね、そういう可能性の方が高いわけなんですけども、一応この九尾の狐の伝説がですね、あるわけなので、ちょっとこの辺もですね、まあ、どんなもんかということで、確認にですね、皆さんで行ければなというふうに思っております。はい、でその後もですね、ちょっと場所を移動してですね、まあ、隕石に関係する神社を、いくつか回ろうと思っております。はい、まあ、今はですね、結構まあなんていうんですか、スピリチュアル業界では2025年の7月ですか、に何かが起こってですね、
人類が滅びるんじゃないかみたいなですね、そんな話が出てたりするわけなんですけども、その中の話で、都市伝説ですけども、どうやって滅びるのかって言ったら、隕石がですね、でっかい隕石が落ちて、で大きな津波が起こってですね、で、みんな死んじゃうんだよみたいなですね、そんな都市伝説もあると思うんですけども、過去にですね、隕石が落ちた場所がですね、神社になってたりするわけなんですよね。で、この辺も、その辺の流れも組みながらですね、ちょっと隕石の形跡もですね、たどれればなというふうに思っております。はい。で、いろんな話がですね、くっついたような神社ツアーなんですけども、そんな感じでね、行きたいと思っております。はい。で、相変わらずですね、参加費は無料です。はい。で、あとは初参加の方にはですね、僕、その日に訪れた場所にいる神様、仏様、目に見えない存在からのメッセージを、その初参加の方専用にですね、僕がチャネリングメッセージとして、後日ですね、動画でプレゼントしますので、この辺も、お楽しみに来ていただければなと思います。はい。で、この、プレゼント動画がですね、意外に、好評いただいておりまして、すごいと。っていう声をですね、結構いただきます。で、後にですね、この人生の大きなヒントになったりですね、ついこの間も、かなり前に言われたメッセージの場所が見つかりましたとね、報告があったりですかね。メッセージは、その時々によって、その、神仏たちからのメッセージなんで何が来るのか分かんないんですけども、そんなことがねよく起こっているメッセージになります。はい、このメッセージ面白いと思うんで、初参加の方は楽しみに来ていただければなと思います。で、細かいことはですね、概要欄の方にホームページのリンクと申し込みフォーム載せておきますので、またそちらご覧いただいて、申し込みいただければなと思います。で、当日はですね、当日の参加メンバーでの LINE グループを組みますので、そこで移動の連絡とかをしていきます。ので、この辺もですね、もうはぐれちゃっても大丈夫ですよというような感じにしてあります。で、と言いながらも、自由参加、自由解散なんで、自分のタイミングで、やばい、もう午後から仕事なんだって方はですね、じゃあさよならって言ってですね、お帰りいただいて全く構いませんので、ただですね、来られる時の靴、履き物なんですけども、動きやすい靴で来てください。はい。で、ちょっとですね、おしゃれな感じで来るとですね、山の中に入ったりっていうことも、なきにしもあらずなので、スニーカー系ですね、歩きやすい服装、動きやすい服装で来られるのが一番かなというふうに思います。そんなわけで、またですね、今月も神社ツアー行っていきたいと思いますので、あなたのご参加お待ちしております。はい、ということで、神仏応援団、龍でした。今、LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。